帯広探検隊のディープな未公開シーンを大放出、熱烈ホットサンドゼット、1000人乗っても大丈夫。お、なんだこれ。こちらですね、かつてギネス記録にも認定されたことがある 400m あるベンチ、ベンチなんですよ。すごいねこれ。1981年に作られギネスにも選ばれた 400m のベンチ、総工費670万円、端から端まで歩くとおよそ5分かかるという。何それですか。一応1200人ほどは、はい、1200人座れるの同時に。へえ、面白いの作りますね。さらに2014年にはこのベンチの前で世界一長い顔はめ看板も作られた。世界一好きだね。帯広一のポーカーフェイス。座ってる子もいる。なんだ。寒空の中、サンドを待ち受けていた4人の紙飛行機の達人たち。実はそこにはもう一人の刺客が。座ってる子もいる。コンコは。ソータ。ソータです。ソータ。ソータ君。ちょっとシャイ。俺の孫です。どうしても来るっちって。あ、でもそういうふうには見えないですよ。ここにソータって書いてるから。彼の飛行。あ、飛行機やるんだ。普段はおじいちゃんと一緒に紙飛行機を楽しんでいるというソータ君、この日はちょっと緊張してしまったみたいだ。こんにちは。こんにちは。しゃべるな。帽子交換してみるか。ねえ。やだな。それはやだ。やだよな。そうだな、気に入ってるもんな、その帽子な。嫌なのこれ。それはやだな。これやだ。緊張してんのかしら ね。急にね、こんなおっさんだらけで。びっくりさせちゃってごめんね。スペンサー未公開トリックス。使うのはフレームですね。フレームこんな形ですね。はい、はい、そしてこちらをですねお腹につけます。そうすると私の助手がいまして、はい、ということでですね、気持ち悪い。何言うの。はい。さらにこれなんだか分かりますか。ハンカチですね。ハンカチですね、はい、見えます。これこれなんだか分かりますか。ストローなんですけど、ストローがあるということは、どうぞ。こんなんいつから袖に入ってたの、はい、恐るべしスペさんの超絶マジック集でした。熱烈ホットサンドです。